皆さんこんにちは。くじらやすおチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。今日の担当は八島の中です。よろしくお願いします。今日はゆっくりとおやつを食べていきたいと思います。見てね。さあ、おやつを食べると言いましても、私がね、ただおやつを食べてるところを見ても多分面白くないので、今日は私の同居人フクロモモンガのリアンくんと一緒におやつを食べていきたいと思います。イエイね。もうリアンくんとは8年のお付き合いになります。私が20歳の時に出会った子です。リアンくんはチュールチュールチャオチュールみたいなやつのモモンガバージョンがあるんですね。それが大好きなので、今日はおやつをあげていきたいと思います。もうね、これをねやると話さないんですよ。はい、ご飯です。すごい食いつき。もうモモンガメインみたい。こうかな、もうちょっと近くにすればいいんだ。いちいね。いつもこうやってご飯あげてます。もう立ってるね、ほら。これをモモンガちゃんにあげていきます。このご飯が大好きで、あっという間に食べてしまうんですよね。大好きなご飯、おやつ。ちなみに今日のおやつ、私はハーゲンダッツを自分で用意しております。私はこれを食べていきたいと思います。アイスクリーム。すごい食べてるでしょ。ほんと、おいしいの。一緒にいるとこの時間が生まれます。はあ。私の癒しです。で、私はこの紅茶のタルトアイスクリームを食べます。いただきます。ほら、よく CM で見る、ちょっと溶け出した、かなり溶けてるわ。皆さん、おやつ食べたりしますか？私、クレープ屋さんで働いてて、クレープは日常的に食べてます。うん、あんたのご飯はこっちよ。あー、こっちこっち。はいはいはい、いた。なんかよくリアンって名前かっこいい、生かした名前だねって言われるんですけど、実はモモンガの鳴き声ってすごい恐ろしいんですね。ビー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 って鳴くんですよ。なので、私家に連れてきた時にエイリアンだと思って、エイリアンのリアンくんです。宇宙人から来てます。で、美味しいご飯、チキンピューレとリンゴのなんたら、美味しいね。美味しいね。本当は夜行性なんで、この時間あんまり起きてないんです。寝てたりするんですけど、今日はね、なんと起きてたんで。おやつもしっかり食べて、いいね、いいね。
目目が大きいんですよ。かわいい。あと頭のここがハゲちゃってるんですけど、これはモモンガのオスに、オスはねこうやってハゲちゃうみたいなんですよね。おハゲタン。このご飯食べてる時の目つき悪い。もっとかわいい顔してくれや。かわいい。はい、というわけで私と八島ののかとモモンガのおやつタイムでした。みんなもおいしいおやつの時間を過ごしてね。じゃあ今日はこんなゆったりとまったりとした感じで終わろうかなって思います。でもね、せっかく水着を着てるのでかわいい水着もお披露目してから終わりたいと思います。あ、はい、離して離して。あ、手掴まれてる。ロブ。はいはい。ちょっと一旦この子はお家でおやつを食べてもらって。よし、シュン。こんな感じの今日はふわっとした水着を着てます。いかがですか？せっかく暮らした。ももがでは、ももがのりあんくんでした。バイバイ。バイバイ。